しい音を奏でたまえ。天を貫き、大地を砕く。皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。松代とシッキーの登場めちゃくちゃかっこよかったね。ということで今回なんですけど、この松代とシッキーの SS が出たということと、あと樋口聖夏のね S が出たということで、キャラクター解説していきたいと思います。忖度なく正直にね解説しますので、よろしくお願いいたします。今回のキーワードは闇属性、そしてクリティカルというところ、この2つになりますので、ぜひ見ていってくださいね。それではまず花村式の SS、 闇属性残属性というところになります。まあバファーなんでね、ステータスは知性と精神に振ってあるというところは、まあいつも通り変わりませんね。早速スキルを見ていこうと思いますが、こちら不純なアリア、消費 SP8 の残属性、まあ、確率で SP 回復し鎌を投げつけ全体切り刻むっていう技なんですが、まあ、正直シッキーとしては不純なアリア使うことはないかなと思いますね。まあ、カンタータがあるので、カンタータを振り回すっていう方が S シッキーとスキルで強いので、この SS の不純なアリアは正直使うことないんじゃないかと思います。万が一使うとしたら、まあ、SP 回復も見込みではあるんですけど、敵がもう少しで倒せるよっていう場面ぐらいかなというふうに思います。まあ、シッキーに攻撃スキルがついたっていうことになりますので、まあ、雑魚戦等で残属性特攻が入るような敵に打っていくっていうのは結構ありなのかなというふうには思ったりはします。まあ、正直使うところは少なそうですね。小鳥たちへのシンフォニー、これジェネライズ可能です。 SP11 とまあまあの軽さではあるんですけれども、単体攻撃かつ全体の闇属性スキルを上げるという技になります。イッチみたいなもんです。フィールドを張るわけではないので、かけ直すためのが必要というところがかなり使いづらいなというふうに思います。なぜかというと、チッキーといえばカンタータをかける役割というのがまだありますので、そっちの方に SP を割く以上、なかなかシンフォニーを打つタイミングがないというところがネックかなというふうに思います。私個人としてはダブルバフということで、カンタータプラスもう一個何か SS で強いスキル来るんじゃねえかなと正直思ってたんですよ、バファーとして。それがまあ闇属性のみというところだったので、そこが厳しいかなというところが正直なけど、まあね、闇属性といえばオナニャン、ミサトというところ、そして地部隊の丸山かなたということでね、丸ちゃんもいるというところになるので、 31F 部隊の中でも闇属性のシナジーはあるというところになるんですが、従来通りの使い方をするチッキーを考えるのであれば、あんまり SS にこだわる必要はないのかなと思います。まあ、ステータス上昇とかそっちの方ぐらいかな。また SS にこだわらない理由として、口述するパッシブの理由があります。こちらパッシブスキル、煙突3回で向上心、これ何回も見直したんですよ。オーバードライブゲージプラス 5%、 確かにオーバードライブゲージで上がるのはいいんですけど、S シッキーでめちゃくちゃ強かった先駆どこ行った、さすがに SS で先駆も出せるのはというところになりますので、シッキーを本格的に使いたいのであれば、闇属性に SS として突っ込むか、 S シッキーにジェネライズさせるというところが重要になります。ですので SS シッキー単体の評価としては、まあそんなに高くないというのが正直な気持ちですが、闇属性パーティーを組む場合には必須になりますので、引いてほしい評価は A から S ぐらいになるのかなと思います。闇属性主軸の人は SS でもいいと思います。続けて松岡チロル、 SS のディフェンダーになります。闇属性打属性、ちょっと打属性多すぎんか闇属性っていう感じになるんです。まあちょっと仕方ないかなという感じですかね。力と体力に振ってあるところになりますで、ディフェンダーっていう感じではありますよね。DP70% はてなっていう感じではあるんですけど、スキル見てみましょうか。漆黒破断、消費 SP10 の闇属性多属性。皆さんこれ注意してほしいのが、
闇属性来たっていう感じではあるんですけど、まさかの専用技が闇ではないというところ注意が。しかも SP10 こっちの方のスキルなんですよね、まあ、これはディフェンダーらしい性能をしてます。自身の防御力を高めて闇の力を宿した高圧エネルギー弾を放つということで、まあ対 HP プラス 30%、ヒッキーで闇属性スキル攻撃力を上げて松代で撃つということで、これも 3HF 部隊の中で完結している動きになるかなと思います。ただまあ松代に関しては専用技こちらの方が重要です。密滅ベインキックっていうことでね、まあ演出自体もめちゃくちゃヒーローっていう感じで超かっこいい必殺技になるんですけれども、消費 SP14 結構重たいよね。でクリティカル率を上げ敵全体を爆発に巻き込む10連撃ということで、これが重要です。クリティカル率を上げるということで、まあ、クリティカルシンキングとかをほとんど使わなくても松代単体でいけばクリティカルをバン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 出せる技というふうになっています。ただまあ全体攻撃なのでストアタック単体の敵相手にはまあどこまで使えるかというところがネックになります。ストーリーとかね、維持層相当で戦う場合は、まあ、オーバードライブゲージをガン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 溜めやすいというところがメリットにはなるんですけれども、やはりスコアタだと火力が伸びづらいというところが注意が必要かなと思います。どうやってもスコアタとかだとね、単体攻撃の方がね活躍しやすいというところが出てきてしまいますので、まあ、殲滅についてはめちゃくちゃ使いやすいと思います。ただ松代自体のねその他のスキルの性能がやはり防御寄りになってますので、そこのところ殲滅にもなかなか難しいというところが全体の評価になるかと思います。ただかっこよければそれでよし、超かっこいいよこれ。パッシブスキルは幻突3回怒涛、読み方合ってるかな。前衛にいると自身のクリティカルダメージプラス 30% ということで、これが超重要です。本気を出す松代ちゃんを使いたければ3突必須になるというところ、皆さん注意をしてください。いくらクリティカル率上げてもね、火力が出ないと話にならんというところは正直あるかと思いますので、松代好きの方ぜひ3突目指して対抗火力を叩き込んであげてください。ステータスもねアタックが高くなってますから、ディフェンダーにしてはだからめちゃくちゃ良さそうだよね。防御よりかっこ攻撃力高いっていう感じの性能だと思います。使いやすさでいうと闇属性パーティーとしては、まあ、多少使いづらいというところがあるかと思います。どちらかというと必殺技を叩き込む専用技を叩き込む必要があるので、なので闇属性運用というか普通にバフデバフパーティーと組ませてクリティカルで火力出していくっていう方の運用がいいのかなと思います。まあ、評価自体は個人的にはこれも A から S ぐらいかなっていう感じですかね。まあ、いろんな意見があると思います。そして樋口聖火の S、 待ちに待った樋口聖火ですよ。待ちに待ったのにちょっとステータス見てというかスキルを見てショック受けました。まあもともと SS 聖火のドーピングが強すぎたっていうのもあるんですが、現状他のキャラクターね特にドーピングよりも強いバフが出てきてる関係上、もうちょっと S スキルいいのなかったのかなと個人的にはごめんなさい正直に思います。このリサイクル、ダメージに応じて自身の DP を回復するという、まあ、攻撃技ではあるんですけど、ぶっちゃけエンハンスドーピングを使うというところ、そして雷フィールドを張るというところが聖火の仕事になりますので、リサイクルを使う場面は正直ないと思う。なのでリサイクルはほとんど使わないスキル、 S の聖火引かなくていいんじゃないかなと正直思います。これはね聖火好きだから。幻突3回は気合、電源にいると DP50% 以下の時自身の DP プラス 15%、 まあこのパッシブスキルも使うことはないかなと思います。これ使うんだったら SS の方にしてちゃんとオーバードライブゲージ貯めた方がいいんじゃないかなと正直思います。今回は SS シッキー、チロル、そして S 聖火について性能を正直に忖度なく解説してみましたが、いかがでしたでしょうか。おすすめ度というところで引くべきかどうかなんですが、闇属性を揃えたいんだ使いたいんだという方は引いてください。それ以外の方は正直スルーでいいと思います、というところが正直な感想ですかね。まあ、今後ねまた新たなキャラクターが出てくるというところもあると思いますので、無理に引かなくていいと思います。石に余裕がある方、松代とシッキーが好きな方はぜひ引きましょう。
ご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。